剣道界の主張が書いてあるから、みんなもらっていってね。もらうもらう。こっちもちょうだい、うさぎちゃん。みんなで最高の学園祭にしようね。わあ！キリズミ先輩、チラシいただいてもいいですか？うむ。よく内容を精査し、判断の基準にしてくれ。ありがとうございます。応援してますので、頑張ってください。ありがとう。皆の指示で、剣道界をさらに盛り上げてくれ。ああ、先輩とお話ししちゃった。やった島さん、今回の選挙もビシッと決めてくださいね。ま、なるようになるんじゃねえの。やった島くんっていつもクールだよね。おはよう、たてはちゃん。チラシちょうだい。うん、どうぞ。はーい、みんな押さないでね。順番だよ。うさぎちゃんの手渡しもらっちゃったぜ。あ、ちょっとごめん、待ってて。すぐに戻ってくるから。おい、コースか。あんたにもあげる。あんまり長々と話してるわけにはいかないけど、とりあえずチラシあげるから持ってって。ふふん、剣道界の優秀さを見せつけてあげようと思ってね。ちょっと説明する前に勝手に見ちゃダメ。説明したかったのに、全部言われちゃったじゃん。まあいいや。ところで話は変わるけど、一応お礼を言っておこうと思ってさ。クッキーを作る会の、アリスちゃんも喜んでたし、クッキー美味しかったし、敵情視察って意味でも参考になったから別にいいよ。あっちも頑張ってるみたいだし、こっちも負けてられないかなーって思ってチラシを作ったわけ。昨晩いきなり霧積みからチラシ作ったから印刷しろって電話がかかってきたよ。朝までに印刷を終わらせろとか無茶言いやがって。ったく、一晩中学園の印刷機回してたっつうの。ウサギさんのために働くのが我らの使命。その程度、当たり前のことだ。我らって俺も含まれてんのかよ。はぁ、勘弁してくれ。クッキーを作る会のおかげでチラシ作ろうって思ったからさ。ま、それを伝えたかっただけ。それじゃあ私はチラシ配りに戻る。みんなこっちに集まっちゃったの？噂なんだけどさ、今回は気をつけてね。月下界が呪ってくるって話があるから。まだその手の噂がくすぶっているのか。バカバカしい。いつも月下に対抗してるけど、私もみんなも病気も怪我もしたことないよ。だから呪いなんてないってことだと思うんだけどな。今までは運動部と文化部の代理戦争みたいになってたから、邪神さんも本気じゃなかったって話だよ。今回、クッキーを焼いてアピールしてみたり、やる気満々だから呪いも強いって話があるし、一応注意してね。呪いが強いってなんだそりゃ。ああいうのに強いも弱いもあんのかよ。恋残留思念がーとか言うでしょ？
そういうもんなんじゃない？うむ。呪いというのは、どこまで信じられてるのだ？友達の友達の友達が被害に遭ったって言っててさ。ずいぶん遠いお知り合いですね。学園の七不思議みてえな扱いになってんのかよ。とにかく、くだらない噂なんかに左右されないで、みんなちゃんと制作で選んでね。それはもちろんだよ、ウサギちゃん。言われてみれば、今まで何ともなかったんだから、呪いなんてないっつう話になる。週刊発表の時間だよ。さてさて、今の支持率は70-30で天道会有利の情勢となっております。果たしてこのまま天道会が逃げ切るのか、はたまた月下会が追い上げるのか。選挙は白熱の終盤戦へ。どーむせ、バイバーイ。結構差が開いてるのな。みんなやっぱりダチを呼びたいのかね。友達を呼びたいっていうよりは、天道会の方が楽しそうだからって感じじゃない？せっかくの学園祭だし、盛り上がった方がいいもん。何か起きてからじゃ遅いのに、みんな分かってねえな。何も起きなければ楽しかったねえで終われるじゃん。天道会もちゃんと運営してくれるって。そうそう、私も今回は天道会に入れるよ。先輩、今アリスティアさんにスマートフォンの使い方を教えているところだったんです。さっきね、落っことしそうになった時、画面を触ったら変な風になっちゃって。設定が変わってしまったのかもしれませんね。
それって携帯の意味全くありませんよね。あのね、もし何か変になってもホーム画面にある設定アイコンを押せば大丈夫なの。あれ、おかしいな。真っ白にそう教わったんだけど。アリスティアさんの機種は iPhone で、先輩の機種はコンドロイドなので、設定の場所が違うんですよ。機種名やキャリアの話じゃなくてですね、OS のことで。ネットができることと関係あるんじゃないかな。ネットの和訳は網だし、網と綱って字が似てるでしょ。褒められた。私の話を聞いてください。今日は奮発していい肉にしたからよ。おめえの好きなちょっと甘めの割り下にしとくから、たらふく食えよな。おう、まだまだ残ってっけど、とりあえずたまには休息も入れねえと続かねえからな。かーなんてできた弟なんだ。シュキシュキー、チュッチュー。あぶねえ。姉弟の楽しいひとときが惨劇に変わるところだったぜ。うし、できた。お麩はもうちょっと染みてからの方が美味しいから、まだ待っとけよ。豆腐は熱いからよく冷まして。ああ、肉ばっかじゃなくて白菜とか白滝もちゃんと食え。卵割っといてやるから、その間に野菜いっとけ。おお、光塚君。ちょうど君の話をしていたところだ。月下なのか天道なのか、今回どっちを支持してるのかっていう話になってね。形勢は我々にとって不利だ。ここから逆転するにはどうしたらいい？みんなおはよう。あれ、さてちまだ来てないの？ちょっと話があったんだけどな。言われてみれば、館林さんがまだ来てないって珍しいね。誰か聞いてる？遅刻かな。っていうのもイメージに合わないかも。たてち、無遅刻無欠席の皆勤賞だし、いつも元気いっぱいだもんね。ま、今日は珍しく寝坊しちゃってギリギリになってるのかもよ。みんな席について。あのさ、めいちゃん、タテチーがまだ来てないんだけど、もう遅刻扱いになっちゃうのかな。
そっか、館林さん解禁継続中だったもんね。一応みんなに報告しておくと、今日館林さんはお休みです。え、なんで？昨日アルバイト中に怪我をしたらしいの。あ、大したことはないみたいなんだけど、大事を取ってお休みということになりました。あの元気が売りの館林さんが事故で休み？そんなの一度もなかったのに。これってまさかだけど、例の呪い？でもまだ選挙の結果出てないよ。月下会が押されてるから呪っておいたとかじゃねえのか？待ちたまえ。それは聞き捨てならないぞ。そうだね。何でもかんでも呪いと結びつけるのは良くないと思うな。はいはい、みんな落ち着いて。大騒ぎしないの。捻挫が悪化しないように今日はお休みってだけだから。なんだ、ただの捻挫ならよかった。まずは捻挫程度の軽い呪いで脅しをかけてきたとか。そうかもな。マジ怖え。聞いたか？館林が邪神さんの呪い直撃食らったらしいぜ。そういうオカルトを全く信じてなかったんだけど、噂はマジだったのかよ。この前一緒にクッキー焼いた時は普通の女の子だったよ。ちょっと腰が低すぎるくらいの。それはあなたが邪神さんの軍門に下ったからってことだったのかな。とりあえず今回は月間に入れとくか。呪われたりしたらシャレにならねえし。スマホで支持率の状況を確認したけど、月下がかなり追い上げてきてるね。こういう盛り上がり方は望んでないんだけどにゃ。そうだな。こんな形で追い上げてどうするというのだ。タテチーからメール返ってきたんだけど、本当にただの捻挫で、オカマの店長さんに言われて病院にも行ったし大丈夫だって。明日には学園に来られるってさ。そうだね。制作で選ぶ選挙になったって一番喜んでたのに、制作以外の部分で得票が変わっちゃうなんてさ。この状態には毛蔵寺君もさぞかし心を痛めていることだろう。しかし立葉ちゃんもタイミング悪いな。何もこの時期に怪我しなくても。そもそも噂がおかしいんであって立葉ちゃんのせいじゃないでしょ。そこ言い出したら病気や怪我をしただけで常に言われちゃうじゃん。まあそうなんだけどね。月下の追い上げっぷりを見ると、なんだかんだで噂を信じてる人たちも一定数いるわけよ、これ。だから待て、お前たち。いたいた、ウサギちゃん。よかった。まだ大丈夫だったんだね。お祓いできるところ探しといたからさ、一緒に行こうよ。次はウサギちゃんの番って話になってるから、もう心配で心配で。ウサギさんにそんな時間はないと言ってるだろう。それに呪いなど信じてもいない。そうは言ってもさ、もしウサギちゃんに何かあったら。はっ、上等じゃないか。もしウサギさんに危害を加えるというなら、この私が化蔵寺を。呪いなんて曖昧なものより、
生きてる人間の方が恐ろしいということを思い知らせてやる。さーて、どうしてくれようか。落ち着いて、切り墨さん。まだ何も起こってないから。そうだね。生きてる人間の方が確実に怖いね。お守りとかなら持ってても邪魔にならないだろうし。それくらいならいいよね。それはありがたくいただくから、とりあえず安心して。ね。うさぎちゃんがそう言うんだったら。切り墨さんもそれならいい？うさぎさんがそうおっしゃっているんだ。私もそれで手を打とう。とにかく、気をつけてね、うさぎちゃん。当たりもかなり強くなってくるだろうし、これは困ったね。それもありますが、ここでさらに我々の誰かが風邪でも引こうものなら。ああ、そっちの方がやばいか。十分注意しないとね。しかしこれは解決が見えないな。仮に月下の僕が怪我をしたとしても、化蔵寺君の意向に背いたなどと言われる可能性もある。全部呪いのせいになっちゃうもんね。成績が落ちたとか、彼氏と別れたとか、切れないよ。そうだね。参ったな。はあ。おい、邪神さんが周りを見回してるぞ。自分の逆らう人間を見定めてんのか。今日は購買でパン買えばよかった。私のせいで、立林さん。
急にどうしたの？うん、そうだね。諦めちゃダメだよね。こうかな。どうかな。37も普段通りに接してるし、噂が先行してるだけだって。クッキーの時話したけど、普通の子だったよ。だよね。見た目は陰気だけど、話してみるといい子だよね。それが演技で、実際は恐ろしいこと企んでたらどうすんの？